実はその世界を救うというゲームがあったんですって。確かそうやったかも。それの出場者はその2人だけ、日本代表がうちの妹のお辻さんやすなわち加藤明日香、もう一人がパクトラ、トラカイって言うんだけど、ポクチャに、それは三木谷博さん、楽天グループの選手の。で、結局、まあ、NPC、NPC じゃないけど、うち、NPC として、それでいいんか。あったらあったら解釈としてはあってます。NPC としてはね、うちとか、孫正義さんとか、成人天皇とか、あとまあ、日本の政府の人々の人々とかを使えたわけ。で、まあ、お辻さやかすなし、加藤さんはうちの使い方。まあ、めっちゃ有利だったね。実の姉妹だから、内側の踏み込まれなと。まあ、孫正義さんについては、ね、三木谷さんもね、親友でしょうし、うちは、これが、このソフトバンクですね。うちの使い方。うちは使っても関係ないけど。アスカが結局、携帯ガラケーの安全に、あれだかな、ガラケーとともにて。だから、結局うちの情報は、ツイッターの時は別に画像なんか作ってなかったから見やすかったかもね。うちので、その、情報収集してたんじゃね。ワンテンポ置いて。不便やったと思うで。で、まあそんな感じで、みんな、その、NPC たちが、三木谷さんと加藤明日香協力したと思ってた。どっちが勝ったかの判定は、うちがするんじゃないんでしょ、皆さんがするんでしょ。だからまあ、決めつけたらあかんから。